皆さんこんばんは。今日は家から歩いてこれる近場で、リアルタイム動画の、感度別というかですね、私が普段ソニーの α7S2 で撮ってるんですけど、なぜこの機種で、じゃないと撮れないのか、そういったことをですね、実際の内容をお見せしながら、感度別のものをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。成形写真はですね、キヤノンの 6D をメインに、6D の改造機と 6D のノーマル機1台ずつ持ってて、それで撮っているんですけど、動画はソニーの α7S2 を専用に使っています。なぜリアルタイム動画はソニーの α7S2 じゃないといけないのかということで、実際普段を使っている 6D で動画を撮ってみたいと思いまして、今お届けしているのが 6D の動画です。これが30分の1のシャッター速度 F2.8、6400で撮ってますけど、かなり暗いですよね。はい、ここからちょっと ISO を上げていきたいと思います。はい、これで8000ですね。ちょっと明るくなりました。1万に上げました。はい。これで12800。このカメラの場合、これが限界値になります。はい。ここは空の明るい上尾市なので、まだそこそこ景色が映ってるんですけど、山の中に行ったら本当に一等星とちょっとしか映らないという形になってしまいますので、ちょっとこのカメラでリアルタイム動画は厳しいのかなと思います。こちらがソニーの α7S2 で、撮った動画をお見せしています。先ほどと条件を合わせまして、シャッター速度30分の 1F2.8、ISO、6400で撮ってます。ただ先ほどはタムロン1530のズームだったのに対して、こちらはソニーの単焦点の 24mm なので、先ほどの比較よりもちょっと明るく、映っているのではないかと思います。はい、そこそこ星も映ってますね。それではここから ISO 感度を上げていきたいと思います。先ほど 6D で12800まで上げましたので、そこまで持っていきたいと思います。これが12800ですね。はい。先ほどより星は、まあ、単焦点の分映ってると思います。さらに上げていきます。16000、25600、32000、4万、まあ、ここは埼玉県上尾市で明るいので、このくらいで済んでますけど、実際、真っ暗なところで天の川を撮るときなんかは、最高16万まで上げても、ちょっと厳しいという形になりますので、ちょっとそこは差し引いてみていただければと、思います。はい。こういうリアルタイム動画の、そのタイムラプスとかの違いみたいなものは、今ご覧いただいている映像とかが肉眼で見たものとかなり近い感じに見えるっていうことが、いい点じゃないかなと思います。あと先ほど6D との比較をしたんですけど、これ決して 6D が性能悪いっていうことではなくてですね、実際この α7S2 超高感度なんですけど、私成形写真撮るときはやっぱり比べてみて 6D の方が綺麗に写ってくれます。なのでそれぞれに長所があるっていうことで捉えていただければと思います。まあ、リアルタイム動画になると本当に超高感度が必要になるので、早くこのソニーの後継機、もしくは他社のメーカーさんでもいいんですけど、ISO 40万が常用で使えるようなカメラが出てくれたらなと期待しております。今日はここまでご覧いただきありがとうございました。